柴田藩。柴田藩は、越後国間原郡柴田。現在の新潟県柴田市を中心に、現在の下越地方の一部などを収めた藩。藩長は柴田城。藩主は溝口市。価格は戸様大名で、小倉は六万国、後五万国十万国と推移。1598年、豊臣秀吉の命を受けて、それまで越後一国を領していた。 上杉景勝が合図に違法された後、越後は、福島三十万国に、堀修司、坂戸二万国に、堀直より、村上、本城九万国の村上義明、そして、柴田の溝口秀勝といった具合に廃棄された。秀勝は1600年の関ヶ原の戦いの時、徳川家康の東軍に組みして、越後に在国し、 越後で発生した上杉九神の一揆を鎮圧した功績により、家康から本領を安堵され、ここに柴田藩六万国が成立した。越後国の普代大,大名、審判のひしめく中に位置する戸様大名であった。秀勝の子、溝の口千勝の時に、弟の溝口義勝に一万国を分与したため、溝口氏は総国高が,が五万国となった。その上、 千馬の子、溝の口千次家の時代には三人の弟にそれぞれ分与する。なお、分家に交代より合い旗本の道の区国岩瀬群、横田領主の溝口家がある。藩の領域は、現在の柴田市の領域に加え、現在の新潟市東部、阿賀野市、加茂市、南貫原郡にまで及ぶ広大なものであったが、その領域の大半を占める貫原平野は、阿野川、 シナノ川下流域に広がるその名の通りカバのような水草の生い茂る低湿地帯であり、そのままでは濃厚に適さない土地であった。柴田藩とその領民は代々干拓や治水に力を入れ、日田開発を進めていった。その結果この地域は国層地帯となるまでに開発が進み、その収穫は国高の数値を大きく上回るまでになり、内高四十万国という説もある。 この地域に、いくつか残る、当時の豪農の邸宅の遺構からは、当時の様子が伺われる。八代藩主、溝の口直おが、藩校道学堂を作ったことに見られるように、柴田藩主は代々学問を奨励し、城下町は繁栄した。玄区の,の世に四代藩主、溝の口し雄が江戸から幕府を抱えの庭師である県、胸友を招いて築帝させた、強風の回遊式庭園である、 清水園からは、当時の文化の繁栄ぶりが伺われる。その後、十一代藩主、溝の口直弘の代になって、十万国への高直しを幕府に申請して、これは認められたが、これには藩内でも価格が上がるというメリットと、財政急迫の折の今更の高直しはかえって過剰な火薬を加えられるのではというデメリットをめぐって論争が起こった。 母親戦争では新政府側よりの立場を取ろうとするも、周辺諸藩の奥上えつれ藩同盟の圧力に、公式きれず、やむなく加盟。同盟側は、柴田藩を参戦させようと諮り、藩主、溝の口直政を人質に取ろうと試みたが、柴田藩の領民の強い抵抗にあい、阻止される。その後、柴田藩は新政府軍に合流し参戦することとなり、その結果、柴田の地は、 戦火から守られることとなった。ただし、この時の柴田藩の行動は、越後長岡藩などからは、明らかな裏切り行為と見られ、周辺地域との間にしこりを残すことにもなった。ともあれ、溝の口氏は、明治時代に至るまで、取り潰しに遭うことなく、十二代にわたって、柴田を統治したのである。柴田藩溝の口家とザマ最終国高十万国、溝の口伯爵家、 1878から1951。柴田溝の口や1951。溝の口秀勝は、庭長秀に仕え、天正九年、1581年、若狭国高浜城主5000国を旧される。それ以前からの家臣は、槍持ちを務め、60国を旧されていた、入江久左衛門と天正五年に配下に加わった。 大見国は西軍即水教出身の早見三右衛門が最古産の家臣。高浜城主になると、丘領主、いつみ春高森の維新、香川民部、寺井和馬を配下に加える。天正十年、織田信長が滅ぼされるとその維新、加藤家吉毛、堺市部、和馬の祖を配下とする。加藤家は後に、溝口氏を賜り、溝の口匠家の祖となる。このか、 高浜時代に主観した者は、柿の元のクランド、久保田与左衛門、大津、三宅、中西らがいる。久保田与左衛門家は、元禄九,九年に断絶するが、文家の久保田平米家が後に家老を務める家系となる。天正十二年、堀秀政の寄りとして、加賀大正寺四万四千国の領主となると、柴田勝家の威信、庭秀綱、四郎兵衛の祖、脇本神兵衛を配下とする。 慶長三年、千五百九十八年、堀修士と共に、越後英法、柴田藩六万国の領主となると、藍津藩の旧領主ガモウの維新、森、奥村、八代、熊田らを廃下とする。彼らは藍津州と呼ばれた。慶長十五年、堀家が、除風され、堀から堀直清が配慮されると、直清の六尾修女直政、堀城大部の僧を招き入れる。 玄奈元,元年、1616 16年、大阪の役が起こり、落ちうどとなった母子を迎え入れ、南部寺左衛門の,の養子とする。同じく落ちうどの土橋や太郎を迎え入れる。土橋家は後に、溝口氏を賜り、溝口頼家の祖となる。玄奈四年、村上天根坊主が後継ぎなく除風となると、その一心、下長年本国を迎え入れる。下家は、越後国奥山しその中でも、 関川村のあたりの中世からの国人領主の家柄で、本国の父の代から、上杉氏の家臣として、将来の代官を務め、その後、もがみ満に仕え、後村上甘根坊主に仕えていた。寛永四年、1627年、合津の賀茂忠里が、上風されると、その維新、寺を、戦国らを迎え入れる。寛永十九年、村上堀家が断絶すると、 堀和江寺か、清河村、大尾からを迎え入れる。主刑寺家清は、堀直清の次男で、主名女直政の兄に当たる。正康元年、1645年、合図の加藤明成が没すると、その維新、佐治、君、七里、梅原、赤、助らが加わる。その他にも、徳川忠長、松平直則、村上藩時代、細川忠興、 福岡藩、島原藩、藍津藩、米沢藩などから、士官返してきた者もいた。徳川忠だが開改役されると、堀三世が来藩、堀官兵衛、堀吉大部の祖となる。細川家から高く、黒岳から里村、村上藩の松平家から宮北、米沢から山昌、島原から郡力高市長の威信、板倉、渡辺、小野寺ら,らが、柴田藩へやってきた。 以上に挙げられた氏は、物頭、武藤以上の家系で、家老、上代、養人、組頭、武行などの役職も務めた。大政奉還後、朝廷は、列行会議を開くため、十万国以上の諸大名に、上落を命じた。これに応じた藩は多くなかったが、柴田藩は、洋君、直政の名城として江戸を詰め、家老、久保田平兵を派遣する。9月、 エチゴ国内での正義党を称する浪人に関する情報を合津藩にもたらす。合津は正義党の取締りとエチゴ諸藩を藩薩町に固めるために新潟町の居酒屋取締に諸藩を集めて会議を行う。取引をし会談と呼ばれる。今後定期開催することとし、5月に酒屋勝川で開くこととした。事態は急変し、2月になる。 1>, 1月、仙台藩士、玉虫左大部が来藩、柴田の意向を探る。家老の中でも、中老閣の溝口藩兵が応対する。父藩在門が家老を辞し、その後を継ぎ、この時36歳。肝が座っていることを買われた。蕎は伏見の戦いの後、吉信追悼令が出、小賀の中納言から、柴田藩には、京都の警護のために兵を出すよう。 お達しが来る。上行兵力は、江戸から物頭、久米三在門隊200名、柴田から物頭、佐治東江門隊200名の計400名。総隊長は、江戸詰、河老、早見八也。1月10日、京都で発表された朝敵の区分は一党、徳川義信、二党、松平片森、藍津藩、松平定明、桑名藩となっていた。 それならばと合図は2月1日、酒屋村の陣や新潟市酒屋町に再び、越後諸藩を集めて、酒屋会談を行う。中央情勢との関連でこの会談を危険と感じて、高田藩など欠席した藩も多かった。しかし、柴田藩は自らの情報提供で第1回が開催されたのだから、2回目を欠席するのは自ら藩合図を宣言するようなもの。 ということで出席する。代表に、七里慶吉郎、伊藤八之丞が送り込まれる。会談は、無事終わるが、縁の最中、新潟奉行所から、柴田藩の従兵隊数百人が京都へ向かったという、知らせが入る。七里、伊藤は知らぬ存ぜぬを通すが、藩へ帰って調査し、返答することを求められる。その後、七里がどういった弁明をしたかは不明だが、藍津藩は、疑念ばれこうとした。 2月15日、北陸道先方総督県沈部士の高倉久市、道副総督県沈部士の四上竜平から直所が届く。この直書は藩から藩へ取り礼されてきたもので、柴田は村松藩から受け取り、三日市藩へ渡すものであった。各々の藩の考えを伺いたいという趣旨で、副書に、積雪で遅れるので先に、書面で通知した、承知したなら、受け書を出すように、 とあった。翌十六日、直章を三日市に送り、溝口半兵は御用人宮北郷ひ衛りえもんのと、共に北陸道を南下した。受け者の文言は、恐れながらなおもて忠誠に励み、王子に勤労立て祭るのほか、他年御座なくこうというものであった。四条隆兵の北西記事によると、三月九日に高岡で受け者を渡したようである。越後各藩では一番早く、 ついで、糸井川12日、高田14日、長岡、峰山16日だった。柴田は、京都にいる、久保田平米を通じて沈武士の状況を知らされて、いたので素早い対応ができた。対照的に、長岡藩は、河合継之助が不在であり、京都筋の情報も持っていなかったことから、寝耳に、水で、殺鳥勢が来ると思い込んで大騒ぎしたという。 藩主の身の安全のことや、朝敵と誤解されるのを恐れ、一月二十八日、藩主を帰国させるよう家老四人の連名で書状を出す。死者は、大目付里村ぬいどの、軍部業三浦四十一郎。江戸では、久保田平米、早見八也が京都におり、老齢の溝口よりのみだったため、ことが遅れ、国元から、溝の口匠が応援で出張し、二月二十二日、 直政は雇用人坂井一馬、入江八郎左衛門ら300人余りのごくと共に、江戸を出立つ。帰国理由としては、朝廷からの北陸道陳武士が越後へ下校されるので、領内取締りのためということで、幕府の許可も得る。帰国の道筋について、合図回りで行くか、新州回りで行くか議論があった。しかし、老練な溝の口よりは、新州回りで行けば、 会津からの疑念が強まると考え、いつも通り会津周りで行くべきと考えた。会津若松城下の宿に宿泊中、会津藩が老、茅やの長を治むより、月光している若い藩士が、不足の事態を起こすかもしれないので、藩主の命により我が藩が宿を警備すると申し出がある。さらに出発の際には、柴田藩との一疎通のため、藩士、武田五郎ほか五名を同行させ、 柴田に滞在させて欲しいと注文が来る。柴田を監視するためである。どこの藩でも、そんなことは認めないものだが、別の難題を持ち出されても困るので、柴田藩はこれを承諾した。直政は3月5日に、帰国の途に着く。直政帰国の3日後、今度は老公正山が江戸を出立。正山は、前藩主溝の口直広公で、持病のため前年に隠居していた。 筆頭画廊の溝口伊り、御用人、戦国黒兵以下200人余りの極を連れて、15日、合図へ到着。合図藩があろう。西郷頼も、藩士、西郷雄言う座絵門が、柴田の宿にやってきて、溝口伊りと会談した。西郷は、柴田の諸々の疑念について、生残酷にあってといただしたいという。伊織は、我が親家は、 自病があるのでお会いさせるわけにはいかない。私が、規範の藩主にあって弁明すると答える。合図はそれを断り、お互いそれ以上は相手を追い詰めることはしなかった。合図は、ことあるごとに、柴田への奮劇を意思表示していく。直政の時と、同様、西郷雄座エモンが柴田へ同行し、滞在した。合図兵の柴田城下滞在は、 特に軍事方の噴劇はひどく、上心症を出したり、班長に検索したりした。3月30日、正吉先隊50人余りが、柴田城下に現れる。彼らは2月7日、江戸から脱走した不評隊員で、3月8日、下野柳屋の戦いで敗れ、合図に身を寄せていた。合図はまだ謝罪が認められるかもしれない時期だったので、血生臭い朝敵を止めておきたくなく、 体よく追い出していた。彼らは、阿賀野川を降り、3月28日水原へ入る。総督、小屋作材門、副隊長、今井信夫らが柴田に、どちら側に着くか問い詰める。例によって、ことが重大なので即答できないという風に答えると、新潟へ赴くので同行願いたいと要求される。新潟へ着くと、小吉崎隊は、柴田に五千両の借金を申し入れる。 柴田は断るが、半ば脅迫的な要求に、五千両を千両に、負けてもらいがねよかした。村松なども、同様にたかられている。藩内では悔しがり、憤る者もいたが、藩兵は彼らの背後には合図がいると見て、因人自重すべきと考えた。他にも、坂本兵也率いる、幕府親友撃退市川三左衛門率いる三戸藩諸星等兵などのうち200名余りが、 柴田城下を訪れ、また五千両の借金を申し込んできた。これも値切って千両を与えた。また、藍図藩からも、米一万両借りたいと申し出があり、例によって値切って五千両を与えた。同様に、藍図の武井家庭、土屋創造らから五万両の借金申し込みがあり、値、ね、切って二千両を与えた。5月15日、米沢藩中郎、若林作兵。 仙台藩、玉虫左大部、鈴木直樹が柴田に来訪。溝の口より、溝口犯罪門が応対。もし同盟に入らないのであれば、ことに及ばざるを得ない、という強い圧力に、翌日まで回答を待ってもらうことにした。しかし、ここへ来ては、病案もなく、翌16日、老公生産の了承を得て、回答書を提出し、名約書に署名した。 十七日に藩内に奥上越列藩同盟加盟が布告されたが、藩内には不服が多く県権豪豪だった。十八日、密市、井上栄之丞が柴田を立つ。仙台から海路で三十日江戸へ着いた。江戸には京都警護を終え、統制軍として江戸に駐屯していた家老、早見八夜がいた。井上は列藩同盟加盟を早見に報告。これを受けて、 早見は6月1日、大総督府参謀へ事情を上進した。米沢、仙台、省内の圧力に屈し、やむを得ず同盟に加盟したが、勤労の志は変わらぬこと。これに対し、総督府からは、さらに報告があるまで江戸の柴田兵は謹慎するには、及ばないという返事が来る。同盟に加盟後、新潟で開かれる列藩の会議に、柴田も、代表の重心と、 守備の兵力を出すことになる。5月19日、柴田城で反兵の出陣式が行われる。組頭、堀和江を次第将とし、物頭里村ぬいどの、服部吉左衛門の率いる200名余り、法四門が出陣した。この前日に一部が先発し、このうちに正体は、昭屋の指定で組織された、農兵隊だった。堀隊は21日に、新潟機。 米沢藩総督職部長人が来るまでは会議も開かれない。前線に一兵でも欲しい合図、米沢から強烈な出兵特色が来る。堀は新潟の警備のために来たのだからと断るが、のらりくらり言い抜けることはできず、出兵の約束をさせられてしまう。二十七日新潟を立ち、沼水で一泊。翌日かもへ出発しようとしたところ、両民が道を塞ぎ、 橋を落とし、川にも作がしてあった。領民が官軍とは戦わないでくれと懇願。堀隊はこのまま沼水へと丸。堀数衛隊が出兵特則を受けていた頃、柴田城にも出兵特則が来ていた。6月1日、物頭脇本倉之助、高田中兵、高山安兵の部隊が加盟へ出発した。普通に行けば2日の童貞だが、4日になっても2日にも、 到着しない。米沢は起こり、鴨の城宿の秋田川坊に訪ねると、新潟、沼水に警備にでも行ったのだろうかととぼける。6月6日、新津に到着。ここで竹槍を持った農民の大群に囲まれ、進めなくなる。6月7日、柴田城下で大変なことが起きたという噂が入って、来る。この噂は根も葉もないことではなく、 藩主人質未遂事件に関することのようである。脇本、高田らは藩に、無断で、柴田へ帰る。しかし上海は、入れてもらえず、役職は、免職、治療は五十国ずつ減らされた。同盟諸藩の手前、厳重に処罰せざるを得なかった。後任に、加藤智左衛門、林文左衛門が任命され、鴨へ送るのかと思えば、沼水へ進発させている。 6月3日、米沢藩主、上杉成則が、自ら1000人余りの兵を率い、米沢を出発、6日に、越後下関、関川村に到着。これに先立ち5日、成則の使者として、軍艦、大滝新三が柴田へ急行。なおまさに、下関に来てもらい軍議を開きたいと申し入れてきた。1000人余りの米沢兵のいるところへ出て来いということは、 人質となれということである。六月七日、直政、溝の口匠、少数の藩士が城を出た。しばらく進むと、竹槍を持った領民たちが道を塞いでいた。城下の町民や、泉の浜通り、柴田、岡方などから集まったの大民だった。領内島方村王将や、小川五平ら村役人たちが群衆を指揮している。さらに群衆の中には、 変装した柴田藩士も混じっていた。直政の籠は、清水谷の別邸に入り、九日まで滞在し、帰城した。柴田藩は、諸藩への申し開きのために領民を先導した首謀者を捉えて見せねばならなかった。首謀者として、折笠大輔安倍元武の進を縄にかけ、下関へ護送していった。米沢の取り調べは春列だった。しかし、二人は、 柴田へ送り返されてくる。真犯人が小物ではないことを見抜いていたからか。犯では彼らを投獄したが、西軍が上陸すると釈放している。領民放棄の裏には、多くの藩士がいたようである。溝の口よりは五月頃、家臣タミヤよ一応酒癖を理由に追放した。タミヤは姿を消したが、実は、よりの密命を受けていたという。六月七日の領民放棄の時、 あちこち飛び回って何か指揮しているタミヤの姿があった。二の口匠の家臣、小川作兵もタミヤの同志で、二人は両民の間に地下運動を組織していたと言われる。6月9日、柴田の郊外、泉の佐々木、新野原、島方みに、米沢ら同盟諸藩の軍隊が続々集結した。この包囲網の外側の島見、 松ヶ崎にも小詰めの軍が控えた。米沢の大滝新造の軍二百人余り、他合計六百人を超える兵力だった。柴田藩は江戸に四百人余り、沼水に四百人余り派遣しており、農兵がいたとしても数百人程度。前日8日に泉野で同盟諸藩の会議があり、加労の溝の口匠、山崎重三郎が呼びつけられていた。出兵させるか。 藩主一族は城を立ち退くか、九日夜12時までに、どちらかに応じなければ、総攻撃に移る、と、最後通告を突きつけられた。約束の12時を過ぎても、柴田藩からの返答はない。大滝晋三は、腹心の桜孫左衛門を呼び、自分は単身柴田城に乗り込むから、一刻過ぎても戻ってこなかったら総攻撃に移るようにと伝える。 大滝が城へ向かおうとしたとき、馬が駆けてきて、溝の口たくみらが来て、直ちに出兵する、領民先導の首謀者2名、全室の折笠、安倍を引き渡すと回答した。そして何事もなかったように十日の朝を迎えた。溝の口犯罪門は老後生山から召し出され、柴田兵の総隊長を任ぜられる。6月11日、物頭佐藤八重衛門。 溝口白左衛門一家200名余り、法4門を率いて、見つけの第一戦に向かった。沼水にいた、堀数衛隊からも200名余りと法2門が、犯罪門の指揮下に入り、見つけへ向かった。犯罪門の部隊には、米沢藩兵が監視のためについていた。16日に戦場に到着。19日、柴田藩の偉人となる。先方を命ぜられ、米沢の二正隊が、 特戦隊としてその後ろについた。さらに、五六人の米沢藩士が、直接柴田勢に入り込んで監視した。柴田藩は、佐藤八右衛門が負傷したほか、戦死四、戦勝後の犠牲を出したが、米沢藩総督、千坂太郎左衛門より、五五人の御勝利、筆教御世は行き届くのゆえと、全く関心行と評価され、現場の指揮官、米沢の斉藤和江も、兵藩をはじめ、 諸藩ともに目を驚かす、ご有猛の段、関心いた思考。この末は、諸藩の疑念も三事行は、もちろん、及ばずながら平藩にていずれの義へも、万端引き受け申し込うとした。6月16日、藩市中野磯平が藩兵の密命を受け、京都へ立った。26日夜、京都につき、27、28と滞在。7月10日に、柴田へ帰ってきた。 彼は滞在中、在京の久保田平米と連絡を取り、柴田藩の立場を新政府に弁明し、その指示を仰いだ。新政府は、柴田藩の行動は微力な藩としては、やむを得ないものと大上官も了承した。官軍に敵対しても、時を得て、勤労の実行を表せば、おうちのことを案じなくてもよいと回答した。7月、在野の民兵隊の正義隊は、 西軍の与田藩兵と柿の小山を守っていた。その正義隊の一員である、新保長三郎は、柴田領宇の森組小瀬の小屋で、7月20日頃隊へ、休暇を願い出て、それっきり帰らなかった。彼は、対岸の溝口犯罪問題に接触し、その命を帯びて、西軍の長岡本営に出頭し、柴田藩出兵の事情の申し開きをしたという。 柴田藩は新保に一代三人ぶの恩賞を与えた。うるう四月十三日、溝の口匠が江戸を出発し、途中西軍に怪しまれ、捕らえられ、高田へ護送され、同じ頃、山崎重三郎も西軍に捕まっていた。京都の久保田平兵は、寺田総二郎を派遣し、匠と山崎は五月二十日に釈放されていたが、今度は寺田が、高田で捕まっていた。西軍は、 柴田を完全には信用していなかった。久保田は今度は、公使相馬作衛門を高田へ派遣する。公使は、各藩が新政府へ派遣している。藩士で、過労の久保田でも勝手に命令できない。新政府弁事務所に掛け合って、許可をもらい、6月29日相馬を高田に派遣、7月9日に着いた。そこで藩の事情を詳しく述べ、ようやく寺田も釈放された。 寺田、相馬はその足で柏崎まで赴き、薩摩の参謀、吉井康介に会った。吉井は、京都の久保田と親しく、柴田の実情もよく知っている人物だった。寺田、相馬は、吉井に連れられ、長岡にいる、山形有友、黒田良介の両参謀とも会った。吉井は二人に密命を伝え、旅券を渡し、柴田へ帰還させた。7月20日に、 柴田に到着。黒田良介を総指揮官とする千余名の上陸部隊は、7月24日佐渡の尾木港に寄港し、夜10時より柴田良太夕浜へ向けて出港した。25日朝、西軍は太夕浜に上陸、柴田城下へも知らせが飛び、藩士島村坊の一小隊が上陸地点へ急行し、藩の基準を伝え、城下へ先導した。半分は、 新潟方面へ、半分は、柴田へ向かった。この夜、溝口半衛は、黒田と会談し、藩主が柏崎へ赴き、任のじぐるに配越することによって、官軍の疑念を晴らすよう進められる。こういう状況だったので、柴田藩は、江戸に四百人、三つ家に五百人、沼水に二百人派遣しているのに、即座に四百人を城下周辺に配備させることが、できた。 民兵たちの力に負うところが大きかった。二十五日朝、沼水の対長堀主計も、領内、津島屋の昭屋次次郎からの急報で官軍の、太雄浜上陸を知った。彼は、高く六郎座右衛門に命じて、阿賀野川付近に配置していた兵を、本所に集結させ、そこに、沼水から一小隊を繰り込んだ。さらに農夫に変装した、吉田尾野太雄を、 領内寺山神殿の昭夜旧左衛門と共に、西軍のいる松ヶ崎へ渡化させた。小野太夫は西軍に見とがめられ、柴田藩が基準した後であったから、話はすぐに通じて、軍議に参加した。小野太夫が、柴田藩の立場を説明し、一同が了承。西軍からは、敵の兵力、配置、道筋などの質問があった。小野太夫は、敵の防備は手薄で。 速やかに進撃すべきと進言した。船の準備のためとかは、翌二十六日、柴田半兵は官軍には空砲を撃つこと、柴田兵は溝口家の五段微士門を標識とし、官軍はこれには安心して前進してよい、といったことが取り決められた。堀和江は、新潟の東軍の軍議にも密偵を派遣して情報を収集した。合図藩士、大沢晋介が、 津島屋へ石膏へ行き、柴田が裏切ったことを知り、新潟へ帰ると、その密定はいなくなっていた。その夜、仙台藩士が柴田藩の患者二人を切り、一人は逃がしたと、大沢は記述している。西軍が阿賀野川を渡過すると、米沢兵は、柴田兵と西軍に挟み撃ちされる危険を感じて、信濃川対岸の新潟町まで退却した。二十六日夜には、 芸州藩の砲兵隊も合流した。堀和江、吉田尾野太夫と、西軍諸藩で軍議が行われた。西軍は、東軍兵力を2500人程度と見て、早期進撃に消極的な論が出たが、新潟市によると、米沢300人、会津50人、その他50人程度というのが実態だったようである。信濃川を挟んでの打ち合いが26日夜から27。 二十八日と続いた。大砲は、薩長の部隊は、柴田城へ向かったので、二十六日夜は、柴田の大砲のみ、翌日から柴田と芸州の砲兵が受け持った。打ち合いの間に、西軍は、最初の特下の地点を上流四、五キロのところに定めた。寺山神殿の小野球在門、天神王にった小野、雄吾、東四郎、仁助らが、 トカ用の船30隻を集めてきた。29日未明、昭夜9、左衛門のは、長州藩士、奥平健介を案内し、対岸の隠密偵察をした。二人の偵察によれば、対岸の東軍は、意外に手薄であることがわかり、午前4時、トカを始めた。柴田兵は、庭渡る五郎ら数名が、案内役をした以外は、沼水での援護射撃を命ぜられた。 東軍は退却し、米沢藩総督職部長とは自害した。色部の首は、関屋の斎藤家が、西軍から守り抜き、11月に色部家へ返された。7月28日、直政は、柏崎へ向けて、出発、領内の島見浜から船に乗った。ごくは、溝口半兵衛、相馬作衛門、入江八郎左衛門ら。軍艦、 岩村聖一郎が案内を務め、翌29日到着。任那寺宮に拝謁。宮からは、柴田藩が、速やかに基準したことについて、お褒めの言葉があり、今後いよいよ国家のために尽力するように、との言葉を賜った。直政は、宮が柴田にお進みになるまではこの本営に留まらせていただきたいと申し出、この願いは許可され、8月11日、宮が新潟へ進むとき、 戦導を命ぜられる。戦況の進展により、任の次軍は長岡を経て、十三日三条に到着。ここで直政は、規範を許される。以後の戦導は、溝口半兵衛が務め、この時までに降伏していた三日、死、黒川両藩主も、新潟から国をした。当軍の一員として参加していた、溝口犯罪門隊は八月一日、三条で降伏。 犯罪門は見つけで禁止を命ぜられ、柴田兵は西軍の一員となる。江戸にいた柴田兵400人よも帰還を許され、8月11日、江戸を経った。宮を迎えて、越後口の本営は、柏崎から柴田へ移った。柴田の勤農の伝統は、特に重大藩主自家良好の記した、報告説からであると言われる。家良隠居後、皇族や、 家のののののででもも読まれたたという、山崎安西の鬼門学派の大義名文の心を、述べたものである。この本が一般に読まれるようになり、藩内に勤労の根を張るに至った。相馬作右衛門の上申書にはこれまで皇室を内外城にした将軍家の罪を挙げ、先祖、家康がいかに勲功があっても子孫が間違ったことをするのなら、徳川家に親切を尽くす必要はないとし、 武力で、自らの権勢を保持しようとする者につけば、大義名分を失するとした。藩主、寺尾文の進は5月30日の総都城の際、王子に尽くすことは、歴代藩校の遺訓である。前半、城を枕にしすべきである。勝敗は、問うところではないと主張。しかし、反論は勤労に順じて玉砕する方針は、取らなかった。いわゆる正義党と違うのは、反士。 両民にとって、勤労の藩に尽くすことが、大義名分なのであって、勤労を藩を超えた価値とし、ゆくゆくは藩を解消すべきと考える、正義党の価値観は危険思想であった。正義体の辛抱長三郎は戦後、同じ体だった、二階堂安則と抗論している。物頭、佐藤八右衛門は新保を、正義党ではあるけれども、お家への中説が本である人間で、 一通りの正義党の仲間には入らず、尽力したものであると評価した。新保や、昭夜旧左衛門ら昭夜たちは、進んで勤労思想を学び、藩の大事に進んで貢献した。上記のほか、神原六十五村の幕府領を預かり、六村が、本藩、五十九村が、新潟県、第一次に編入された。明治維新後に、蒲原三百十九村、旧、 村松半七78村、合津半六61村、三日市半寮18村、村上半寮6村、菊間半寮5村、黒川半寮2村、越後長岡半寮1村、旗本寮8村、幕府百151村、内訳は、水原大官所領81村、桑名藩預かり所63村、柴田藩預かり所6村、 三日市販預かり書一村が加わった。なお IQ も存在するため、損数の合計は一致しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。